どうも、ただのオタクことアクニャンです。今日は僕が推しに会う日の、まずは睡眠中に失われた水分を取ります。実際はうがいをしてから飲んでます。次に向かうのはシャワーです。推しに会う日だけ朝シャンをします。髪の毛が跳ねやすいので推しに合う日は全部濡らしてからセットしていきます。ここでなえなのちゃんが教えてくれたパックを使います。メンズ用もあるので今それを買おうとしてます。こっちみんな。次に推しに合う日だけ小顔ローラーをやります。顔面を強くやりすぎると良くないと聞いたので、首あたりを血管が切れるぐらいゴシゴシやります。電動歯ブラシなんですけど、普通の歯ブラシぐらい動かしてるねってこの前コメントが来ました。ジーヤの到着です。はーい。はーい。どうぞ。おはよう。今日も京都で暑いの。パックしてんの今。パックしてんの。そう、牛乳買ってきた。3個買ってきた。そんなの飲まないんだけど。あ、ありがとう、感謝しなきゃ。そうだよ、コメントで叩かれたから。扱いがひどいってこいつ言って。冷蔵庫入れとくね。はい。今ファンデまで塗ってます。下地とファンデです。で、こっからまあちょっとポイントメイクに移ってくるんだけど、いやどうしよっかなと思ってて、基本的にやっぱ推しと会うときは気合入るじゃん。気合入るとさ、どんどんメイクって濃くなっていくじゃん。だからどうしようかなと思ってて、特典会があるアイドルの場合はあんまり濃くしないで、ちょっとあれナチュラルなのにイケメンだなーって思わせるか、それかめっちゃメイクしてて可愛いと思わせるかなんだけど、まあわし男の子だからナチュラルめに今日は行こうかなと思います。東京ドームとかだったらね、まあ別に綺麗な壁をやりに行くわけだから、もうあの派手派手でいいと思うんだけど。そうだ、ジーヤさ、ココア作ってもらっていい？うん。あ、やっぱ待って、ちょっとやめよう。あの普通にやっぱこういう時はやっぱ接近戦がある時はなんか口臭が気になるから、もう水しか飲まない朝から。で、あの朝ごはんはガリガリくん。こういう口臭ケアも持ってるからし、のにあのスプレー直前に振る。頭にも香水かける人とかいるの。だから頭とかさ、服の匂いは気にしてるかもしれないけどさ、いや口くせえよっていうことはありえるじゃん、やっぱ世の中的に言えば。だから今日はもう水しか飲まない。今日使っていくのはこちらのコプレドール 3D トランスカラーアイフェイス BE21 番です。こちらのお色味の名前がですね、モカピーチという。かわいいですね。これなんかもらったんだけど、モカピーチって絶妙に良くない？いわゆるピンクメイクになるほどピンクっぽくもないし、かといってなんかつまんない茶色でもないというか、ちょっと温かみのあるトレンディーなピンクな感じがする。おしゃれな。あとはもう涙袋描いて終わりかな。あんまね、濃くしないようにしてます。あ、こいつメイク濃いからかっこいいんじゃんって思われるのが嫌で、そんなにメイク濃くしなくてもかっこいいよっていう風に思われたいから。でも多分わしの薄いも一般から言ったら濃いと思うんだよね、若干は。あとここでどんだけメイクを丁寧にしても、結局特典会の前に死ぬほどまたメイクしだすんだよね、みんな。暇すぎてやっぱさ、いじっちゃうんだよね、メイク。で、あれでどんどん気づいたら濃くなっちゃうんだよね。公演終わったと思ったらさ、4秒後ぐらいにはもうメイク直してるからね。そんなすぐ出てこないけど大丈夫そうっていう。そしてなんかいつもまつげが痛まないようにあんまビューラーしないんですけど、押した時だけはビューラーをします。目に入る光の量が変わるからさ、絶対やった方がいいね、これ。ハイライトは濃いめに入れる。シャドウは薄めにするけど、なんか明るいところは結構ある程度明るくてもバレないから。どこからがナチュラルメイクじゃないのって感じなの。たまに鼻の上だけ白い人いない？いる、光ってる人いる。なんかメイク下手と思われるのも嫌なんだよな、推しに。でもあんま見てないのかな、男の子って。どうなんだろう。やっぱ普通の男の子よりはあれなんじゃない、やっぱどういうメイクしてるのかなとかちょっと気になるんじゃない。で、こいつなんかメイク下手だなと思われるの嫌なんだよな。これとりあえずハベにしとかなきゃいいかって思ってる人もいますよ。私はどんなにテカリが流行ろうとも絶対にマットで生きていくから。今日なんかさ、すっごい暑いからさ、結局化粧落ちちまうな。で、まあ一応このまま持ってくメイクとしては僕そんなに多くなくて、リップとクッションファンデと粉とあと油紙、本当にこれだけしか持っていかない感じです。現地で直せるとこまで直せばいいやみたいな、もうテカってなきゃいいやなみたいな感じで。
じゃあ着替えていこうかなと思うんですけど、先ほども言ったように東京ドームとか横浜アリーナとか大きめの会場の時には綺麗な壁をやりに行こうと思ってるので、担当カラーを着ていきます。例えば青色とかが担当カラーだったらこういうやつとか、あとオリジナル T シャツも作ったことがあって、これ北山くんの30歳の時のね、東京ドームで北山くんの担当が KI なので KI という T シャツを作って、まあこれでライブ行ったりとか、わざわざオリジナル T シャツを作ったんですよ。クラス T シャツみたいなやつを一人でそのメンバーの担当カラーの服を着てったりとかポイントで入れていくんですけど、至近距離系のアイドルの時はもうバチボコにおしゃれしてきます。これもなんかおしゃれに見られたいなという思いから、普通に韓国のブランドとかこういう感じで、結構僕はシャツが多いです。育ちが良さそうに見えるから。で、欠かせないアイテムが黒スキニー、必ずインをします。これはもうやっぱ足長効果ですね。足が長く見えるは重要。まあ、次アクセサリーなんですけど、あんまりつけなくて、まあ、この辺がねスタメンなんだけど、まあ今最強記念指輪と、まあ、バングルとか1個ぐらいつけとく。なんかさ、多くつけといた方がさ可愛いと思われる瞬間が多くなるじゃん。なんか手数打つじゃないけど、あ、これ1可愛い、2可愛い、3可愛いみたいになってくから、ちょっとポイントポイントにはつけてこっかなと思うんだけど、やっぱねあんまりねヤンキーっぽすぎるのはつけなくて、結構いつもなんか清掃、まあ綺麗売りしてるんですけど、綺麗なものをつけることが多いです。シンプルなもの。今日は3つ、ピーンって感じで、清掃めにいきたいと思います。基本ストレートが好きだから、ストレートがマジで多いんだけど、なんかいつもストレートでいってんなーと思われるのも嫌だから、セットする能力ないと思われるの嫌だから、髪の毛を。たまーに味変で巻いていく。でも毎回は巻かない。9対1ぐらいだよね。ストレートと、バンバン。なんか押し合いに行くときはなんか巻いてるイメージよ。そう。やっぱ気合入ってんのかな、うん、知らず知らずの間に気合入っちゃってる。なんかこれやってる感がいいんだよね。推しのために時間を割いてる感がさすごいんだよね。出てそういうの好きだよね。あと地方とか韓国とか行くとマジ暇だから、なんか巻いちゃうの、暇巻きしちゃうの。え、絶対これあるあるだと思う。暇巻きするよね。なんか自分がメイク終わってても友達がメイク終わってないと暇だから、あ、じゃあ自分巻こうかなとか、暇すぎて巻いちゃうの。3段ぐらいに分けて、めんどくさいからこのうねうねしかやらないんですよ。でもなんか最後だけは内巻きにする。毛先だけはいつも使ってるのがこの N ドットオムジェルバームスタイリング。これ取りすぎたけど、スプレーとかはいつもしないです。だから結局推しに合う頃にはね、もう多分髪型崩れてんだよね。スプレーとかなんか後々あの頭洗う時にめんどくさいからしない。いつもこれつけてて思うんだよね、アイロンやった意味あんのかなって。本当に戻ってるよね。ちょっとね、もう別の形になってないだろ。あ、でもそんなことなんかうねってんのかちゃんと。で、あと頭があんまり大きいと思われたくないから、あんまりここら辺は張らずにだけちょっと盛るぐらいの感じです。みんな束作るけど、僕はなんかそんなに束はこうやってネジネジしてる間にキュッと剥げそうだし。靴選びにもちょっとポイントがあって、まあ基本的にね普段このサンダルを楽で履いてるんだけど、やっぱこう推しに合うのにサンダルはちょっと失礼かなみたいな、なんとなくのこうあって、であと黒が多いから白差し色になるかなと思うんだけど、これもね厚底なのでやっぱちょっと推しよりでかくなるのはナンセンスかなみたいな感じに思うわけよ。やっぱそこは配慮するわけ、一応なんか僕よりでかいとか言われるから。だからいつもお互いの時はもう無難にコンバースのオールスターが多いです。でこれ何がいいって、ズボンと一体化することによって足長効果もあるんだよ。身長大きくならなくても足が長く見えるから、こういう感じで、だからいつもこれを履いていきます。あとはですね、普通にメイクポーチと財布だけ持っていくっていう感じです。参考になったって方はぜひ高評価お願いします。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは皆さんも推しとお幸せに。バイバーイ。